お、なあ、青忍者なんだ名前。よくここを見つけたな。頼み事があると見えるな。だが望みを叶える前にお主の技を見せてもらう。見せてくれたらお主の望みを叶えてやる。一面砂漠のスフィンクスをもう一度倒してきてくれんか。わかりました。これはもうやらないといけないパターンの方だよね。ミラーシールド、おお嬉しい、ありがとうございます。とりあえず3匹探すところから始めちゃって、まとめてこなしちゃいますか。多分その方がいいよね。なんだこの海域はヤバそうっす。近くにとんでもない敵がいるかもしれないっす。マジか、そういうこともあんのか。おお、三の港だ。あったあった。赤忍者、ここに来たということは何か望みがあるですか。ならば U のパワーをミーに見せてください。ピンクモーモンの船パーツを全部買い揃えてくる。これはいけそうだな、というかですね、これにしようかなーでちょっと思ってるんですよ。じゃあもうこれやっちゃおっか。このまま多分ね全部持ってると思うんで、まあ強くなるかって言われたらちょっと微妙なところではあるんだけど、能力的にはね、まあデザイン重視みたいな、そんな感じで良いのではないでしょうか。まあこのままいけそうなんでやっちゃいますね。これはよし、プレゼント for you、 好きに使うといいです。これ作ったやつか ?48 か、すげえな。船乗りの英雄の名声、ありがとうございます。ミーたちは3人組の忍者、3人で仕事をします。残る2人を探して、彼らの願いも叶えてください。彼らのホームのヒントをプレゼント for you。おー、ヒントくれるんだね。まあ大体氷の隠れが位置がどこにあるのかっていうのは予想はついているので、多分大丈夫だと思う。こっちの画面にするとね伝わりやすいかなって思うんですが、9分割にするとね、2の場所が真ん中にあったんですよ。上の真ん中ね。で、今いるこの3の位置が左なので、多分ね、右側じゃないかなって思うんですよね。この感じだと。ということで、行ってきます。なんで港の名前が出てこなかった?雪山の奥地の港、違うね、違いますね。わ、かわいい。選ぶる子供。もう一度倒してきてほしい。もう一度倒す系多いな。命の木の実欲しいな。これはありよりのありですね。とりあえず忍者さんたちのねお願いからかな。
多分ね、あのマップにも見えてるあれだと思うんで、右上あたりのやつ、ちょっと今変わっちゃったけど、向かっていきます。よーし、着きました。さあ、ミド忍者。これはお客人、よくそこを見つけられた。ここに来たということは、僕に調べてほしいことが終わりかな。終わりです。ならば、あなたのタフさを僕に見せてください。アイテムの高みを目指す攻撃を8回以上やっております。よーし、バルカン砲、嬉しい。オーロラ王子の面線。二つ目のお願いも叶いましたね。素晴らしい。さあ、残るはあと一つ。ファイトですぞ。よーし、頑張るか。じゃああれだね、あとはスフィンクスさんをもう一回倒してくると、そういうことですな。よし、倒しました。やっぱもらえるんだね、やっぱり。よし、では氷の隠れ家の2だっけ、戻りますか。でね、結構ね、まあ、せっかくなんで物のついでと言いますか、アイテムなどなども集めながらここまで来ました。ワープ使わないでこんな感じです。まあ、めっちゃってほどではないですが、まあ、ないよりはいいぐらいの気持ちで集めてきました。さあ、ということでやってきました。見事な腕前。お主の技はこれでよく分かり申した。これを使ってさらなる高みを目指されよ。ミラーシールド、これは嬉しいね。眠れる氷の獅子の名声を手に入れた。ありがとうございます。これで大丈夫かな。我ら3人のお願いを全て叶えられたか。では約束通りお主の望みを聞かせてもらう。なるほど、シバレルの異変について調べてほしいと。では早速仕事にかかろう。お願いします。お主はシバレルにて我らの報告を待たれよ。はずのごとき速さで望みを叶えて信ぜよう。よーし、ではシバレルに行きますか。さあ、戻ってきました、シバレルです。あの忍者、シバレルで待てって言っていたよな。そうっすね、でもどこにもいないっすよ。町の方にいるんじゃない？お兄ちゃん探してみれば。いつ忍者たちがここに来るかわからないから、シバレルからはしばらく出ないようにしようぜ。あら、普通に移動になってしまったよ。町行けばいいのかな。じゃあ、の、住人の気配がなくなったのはここにいないからではない。彼らは今もこの町にいる。氷漬けになってな。マジかい。なんだって、そういえば氷の彫刻を見たような気がするけど、それってこの町の住人なのか。
だからあんなに静かだったのか。その通りです。そしてこの現象は町の裏にある山、しばれる雪山が関係してるようですね。雪山か、なんだって、どういうことだ。しばれる雪山に普段いないしっぽ団がたくさんいました。きっと悪いこと考えているに決まってます。しっぽ団がいるってことはオープンも関係してるんじゃないか。ライラ、しばれる山に行って調べてみようぜ。それからもう一つ、山でしっぽ団に襲われている町の住人を助けた。彼と話せば詳しい話を聞けるかもしれぬ。マジか。今はこの町にいるはずだ。じゃ、会話してから、しばれる山ですかね。しばれる雪山。ありがとうございます。お前の出番だせば、ちょっとじわるんだけど。それにしても雪だらけだな。雪合戦できそうだな。なあ、いらっしゃいますね。山の民、こんな大変な時に何が雪合戦だ。本当ですよね。申し訳ない、ごめんなさい、うちのミーホンが。そんなことやってんのは山にいるしっぽ団だけだ。しっぽ団やってんの。おっちゃんが忍者に助けられた住人だな。なあ、尻尾団の他に変な光が近くに来なかった？なんでお前そのこと。確かに数日前変な光が雪山に現れたけど。やっぱり間違いないぜ、オーバー山にあるみたいだぞ。あの日からこの町はおかしくなっちまった。住人が凍りついたみたいに動かなくなっちまってよ。話しかけてもうんともすんとも返事しねえんだ。たたりだ。尻尾団が現れて山に近づけないんだ。そのせいで山へのお供えができなくなっちまったんだ。山のたたりが起きてるんだ。きっとそうだ、絶対そうだ。大変なことになってるな。とにかくオーバー山にあるっぽいし、行ってみるしかないな。ですね。よし、頑張りますか。一応入れるけど、ああそういうことか。なるほどね。そういうことね。よし、ということで行きますか。さあ、縛れる雪山頑張っていきましょう。おお、もじゃが、トリプルもじゃがいらっしゃる。もらっていこう。おお、いきなりか。もじゃじゃ、氷の像で進めないもじゃ。兄貴、こんな時はそこにある燃える水を使うもじゃ。燃える水は氷の像を溶かすことができるもじゃ。お、俺様に任せるもじゃ。そこから投げたら、うわー、氷の像は溶けたけど怪我しちゃうもじゃ。自分の近くに落としたらそりゃ危ないもじゃよ。とにかく氷を溶かすには燃える水もじゃね。先に進もじゃ。ありがとうございます。今日とてありがとうございます。日々感謝ですね。普通にお持ち帰りしたいんだよな。あー、両サイド行けるのか。多分そういうことだよね。
どうなってんだ、どうなってんだ。通れるわけではないのかな。頑張ればいける、頑張ればいける。とりあえず一回上行ってみようか。なあ、ここにありましたね。ちょっと持って帰っときたいな。船の強化のね、素材に確か燃える水あったんですよ。だからちょっとね、取っておきたいというか、そんな感じですね。で、多分復活とかもしてくれるよね。一回マップ移動しましょう。あら、あら、やばいかもしれん、やばいかもしれん。やってしまったかもしれんぞ、これ。よし、ということで、復活したので、持ってきましょう。よいしょー。意外と残るのね。意外と残るのね。気をつけます。そこまで残るとは。なるほど。こっちはいけるのかな。めっちゃ頑張れば。ギリ届かない感じかな。とりあえず、待っていきましょうか。いけるところから。お持ち帰りします。もう気になった方はね、どんどん持って帰る。何があるか分かりませんからね。よし、オッケー。これはなんだ？なあ、溶けない氷だっけ？なんかそんなようなアイテムだったよね、確か。そう、それ気になってたんですよ。教えてくれるかな？物価、急な坂があるもじゃ、危ないから引き返すもじゃ。兄貴、ここはこの坂を一気に滑り落ちて進むもじゃ。滑り落ちる勢いで反対側の坂を登るもじゃ。なるほど、そういうことか。スライムはできると聞いたもじゃ。やってみるもじゃ。お、頑張れ。びっくりした。それで、それで物価帰ったらめっちゃ面白かったんだけど。こっち通れるっぽい。いろいろあるね。めっちゃついてくるんだが、めっちゃついてくるんだが、動きがかわいい、動きかわいい。めっちゃつっかえてる。ちょっとね、こっち行ってみたいんだよね。そこでこことつながっちゃうのか。そんならね、先に左かな。まあ、どっちかって言ったらアイテム持ってった方がいいか。
この辺をちょっと入れよう。やばい、行った先がもしかしたらカオスなことになっとるかもしれん。なるほどね、こことつながってるのか、そういうことね。 OK でーす。じゃあこの状態でいこっか。あー手放しちゃうか、まあしゃあないか。そういうことね。でこの勢いでこっちに行くと。なるほどなるほど。了解です。で結構残るからね。よし行こう。これはなんだ、これダメージかな。やばやってしまった。え怖いな、その位置怖いな。とりあえずちょっと進んでみよう。でとりあえず OK、 つながってここにあったのは助かるね。上もそうなんだけど、こっちはこっちで気になる。これ飛び越えはできないか。なるほど、じゃあ回っていくというかそんな感じだね。まあさすがにいけないよな。あーそういうことか、なるほどなるほど。まあ結果オーライというかそんな感じではあったが、届きました、普通に届きました、おめでとうございます。これ欲しい。どうしよっかな、トロッコさん欲しいね、いろいろ見たいよ。なんだこのエリアは。あんまトロッコないね。よいしょ、取りましょう、ジャンピングキャッチ。うおさてと、あーあったあった、よかったよかった。でここ使って、ちょっとここまでの道のりのアイテムとかも軽めながら回収しておこうか、せっかくなんで。よし、ということでですね、こっちにねなんかあったんですよ。行ってみよう。
とりあえずこっちからかな。おお、多分勢いつけて行く的な感じだよね。とりあえずこっち行って戻ってこんな感じ。よし、じゃあもう一回行こう。で、多分これ戻ってきてますよね。よし、じゃあこっち行こうか。なるほどね、こういう行き方で行けるのか。そういうことか、オッケーオッケー、わかりました。あとこっちも行けるのか。おお、これはすごい。一個一個行こう。ただどうなんだろう、なんか使いそうだよね、お持ち帰り用というよりかは。えい、あー、ここボスか。え、待って待って、3箇所ある？ 3 箇所ありますね。どうしよう、行っちゃおっかな。行っちゃいますか。ボスってわけでもなさそう。とりあえず全倒しでいいのかな、これは。やってみましょう。どうなんだろう、ただマップ的にはなんか真ん中怪しいけど、というか右続いてません？あー、ボスか。ちょっと先に右見ましょう。ちょっと続いてますよね、こっち。これは嬉しいかもしれん。よし、取ってこう取ってこう。あー、金塊だ、やった、嬉しい。よし、ではボス戦いきましょう。なんだろう、全体的にちょっと欲しいなって思ってたアイテムたちがいろいろとあったので、そういう意味でもいいですね、縛れる雪山。